ご先祖様が目に入らぬか。おめえらはまだ知らねえ、この戦でどんな恐怖が待ち受けるか。この地を訪れるのはあの子の北条よ。おめえらにできることなど何一つね。ほんとわしも奥の手を。ふうまふうま戦わずに進み、小牧の覇者は徳川よ。戦つとも押しも押されもしないんだぜ。戦況に鞭を開けよ。撤退するほか手などなし。破られただと？なんのまだまだ。進むべきか戻るべきか、それが問題でござる。こんな露骨に何たる仕打ちをするんじゃ。負けが決まったわけじゃない。
余裕じゃ。うわぁ、王城家は天下一。腰が当たった。こんなことなら城に引っ込んどくんじゃった。